そっか、コンサートの話聞きたかったんだけどな。おお、ちなみにこれで何パーだ？37。なんか話すまんか？知らんな。あれ？ あれ？なんかさ、なんで変おい、わっ拾った？たものだ。なんで変わったよな。ここだけちょっと話し始めた感じか。詰めたってこのゲーム脅すとか何もないからさ。れ、謝ったんじゃないの？警察の本部長が謝りに来たぞ。本部長個人として来たというところが少し気に入らないが、まあ最低限は協力してやろう。よし。聞きたいのはね、もう決まってるんですよ。ロバート・ラムさんのピアノは素晴らしいですわ。私不安なんです。でもあの日のリサイタルはなんだかいつもと違いました。演奏に迷いがあったような透明な感じがして。こんなこと言ってはなんですけど、その前に演奏なさった方の方が良かったような気がしましたわ。お話申し上げ、から先どうするかだよな。これで多分ちょっと増えたんだよな。よし、質問が増えた。やっと怪しい人間が1人増えた。2人か。でもパーセント変わんないんだよな。これがわかんないんだよな。なんで？間違えた。これ絶対パスポートの話後だよな、多分。死んだと聞いたドル。ミッシェルは私の。はい、それはもう大成功でした。演奏も完璧でしたし、お客さんもたくさん来てましたしね。そうなのか。彼は一緒に聞いたのかな。私に。そうそう。ロバート・ラムさんの演奏開始が遅れたんです。コンサートとしては最低でした。
なか良かったと思います。意見が違うな。サンジなら変わらないのか。あんなに。あんなにいろいろ話してもらってんのに進んでないのか。いやいや、もうパスポート言うけどさ、関係ないじゃん。私の演奏がなぜ遅れたかですって。あ、あれですか。スタッフのミスです。せっかくの歌いたら、なんか素晴らしいとかいろいろ言ってたり、成功したとか言ってたけど嘘じゃん。そうでした、遅れたんです。でもどうしてでしょうね。なんでやねん。なんでやねん。どうやって確認するんだろう、この後のこと。なんで、なんで膨れたの。これ何で聞けばいいの。なんで。パトリシアが死んだんですか。もちろんリサイタル会場でした。だからこれとの絡みなんだよ。なんで。私にいよいよここの絡みでいろいろ聞くことになる。何度ももう話知らないと申し上げたはずです。知りません。知らない。何度も死んだと。知りません。そう、私には関係ありません。パトリシアに。私には関係ないと思います。関係ありそうだな。関係ありそうだな。もちろんリサイタル会場に。そうでした、遅れたんです。私に知らない。知らない。何度も申し上げて。知らない。自殺です。彼女は自殺したんです。今回の一連の事件。知ら。知ります。それは。拳銃ですって。分からん。増えたか。50。50か。ホールにパスポートのことを問い詰める必要がありそうです。知らんない。
このサングラス。まあね。ジェニーは。何をすればいいか、まだこいつだと全然変わんないもんな。50記憶でしょ、記憶だから彼女に会いたいんだけどな。彼女に会わせてくれないかな。記憶が戻らない。リサイタルってホテルで行われてんのか、あれは。違うか。隣接する会場とかなのかな。素晴らしいですわ。私不安なんです。でもあの日主人はああいう人ですから、あ、無実が証拠。チャウさんも無実。そう存じます。知ってることは全部私には。え、カブトとかいう麻雀層の女主人が殺されたの。来た来た来た。娘のためだと思って演奏会へ行った。私にはピアノの。そういうこと。あ、じゃあなんだ、そのアリバイを聞いてんのか、これって。じゃあみんな聞かなきゃ。子供たちと主人の4人でピアノのリサイタル。そうか、それに踏まえてのこれか。なるほどなるほど。ということは子供たちってことは、この人は別にどうでもいいんだけど、ちょっと聞いとくか、アリバイ。あの日は社長ご一家でリサイタルを開催。ちょっとほのぼのエピソードか。していることはすべてお話ししました。
はい、あの日は元気のない姉を何とかしようとしてロバート・ラムのピアノリサイタルへ行きました。父と母も一緒です。クラシック音楽にあまり興味がなかったんですが、たまには悪くないですね。じゃあこれ普通に聞けばよかったんだ、間違えた。まさか私が事件に。この人犯人になったら笑うよね。はい、まだ殺人と決まったわけではない。マジで。まさか私。この日はトラビス・ボーが仕事前に事務所に顔を出しました。その後香港銀行の支店長がやってきてしばらくいました。知ってることは全て。先生の無実は違うって。あの日ですか。あの晩は相馬先生の事務所へちょっと顔を出したの。7時頃までいたわ。話はだいぶ進んだ感じがすんな。そっか、そういう意味ではこの二人にもアリバイ聞いとかなきゃいけないのか。聞いたんだっけ、さっきなんかそれっぽいのあったな。私の演奏がで、この話になるのか。もちろんリサイタル会場。ここはなんか何を持って突っ込めるかだな、話が。これでパーセントがどのぐらいまで伸びてるか。70。ホールにパスポート、ホールにパスポートのことを問い詰める必要がありそうだ。ホール。殺してなんかいない。信じてくれ。あ、そうか。これはパトリシアの殺人に対するアリバイってここに いるから無理じゃん。知らないよそんなの。そういうことか。言えよ。まだだな。それは拾ったものだよ。それは知らない。このサングラス、どうしたものかね。変わらんだろう。パスポートのこと問い詰め。ふう。しょうがないな、また。せいで少し老け込んでしまったと。それは面白いな、面白い考察だ。だから事件だ。もうやつの知らんな。え、死んだというの。有名なピアニストだったということは知らなかった。さあし、さあ、実が、チャ
うさ。主人は無実さあ、何でもなく、ロバート・ラムさんのピアノは素晴らしいですわ。さあ、存じ上げます。このやり取りで何か増えたか。変わんねえか。もうこの人あんま関係なさそうだな。アメリカ。その日はトラビス・フォーが知ってることは知ってること、知ってること、知ってることは全て話、知ってること、知ってる、知ってることは、知ってることは、あれ違うな。今度はマダムが死んだそうですね。もちろん私は全然関係ありませんよ。知ってることは全て話しました。知ってることは全て話しました。彼に聞けば私のアリバイを証明し、私には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 、何度もお話ししているはずですが、パトリシアが死んだようですが。この人たちに質問攻めにしようか、とりあえず。この章はいないんだ。私に、私に、私に、別に何もわからないと申し上げたはずですが、私には関係、私には関係、なんか関係ある質問が出てくるような気がすんだよ、この中に。ここはちょっと変わってきてるな。何のことかし
殺です。彼女は自殺したんです。今回の一連の事件は主人とは全く無関係。私には私にわからない。なんもうお話することは知りません。知らないと申し上げ、死んだと聞いて何度もお話、死んだと聞いて驚いています。ミッシェルは私。知りません。やっぱこの人たちなんだよな、パスポートは実は。私には。私は事務所を何とかして再建しなければなりません。知ってることは全て話しました。まさかですよ。いいえ、知ってることは全部話した。知ってることは何のこと。知らないと知ってることは知ってる。変わらんな。いや変わらんのだよ。
あれこれに質問したんだっけ。知らない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 、やばいな。だから知らない。もうドワッティの話ってのはまだもうないんだっけ。ここまでか。ポリシアちゃんの指紋だけ。ダニエル・チョンの事件当日にこのサングラスをかけた女がマガレットホテルで目撃。ダニエル・チョンの事件当日にこのサングラスをかけた女がマガレットホテルで目撃されています。ということはポリシアちゃんがダニエル・チョン殺害の犯人なんでしょうか。このパスポートですが、写真が貼り替えられている跡が見つかったんです。これがライン事件の凶器だとすると、ボールオンは日本の民芸品。ボールオン、カブトで発見されたベレッタはダニエル・チョン殺害に使われたものと同一という結果が出ました。もしパトリシア・チャンが自殺だとすると、ダニエル・チョン殺害の犯人は彼女である可能性が高くなりますし、殺害だとすると同一犯である可能性が高いということになります。あれ、これ今まで聞いてなかったよね。違うか、あれ。先生の無実は私には関係ないわ。先生のサングラス、あら、いけない。あ、私には私には私には先生の事務所を見たときに、あれ、ハーポートロードをこの女が横断してたの間違いないわよ。ちょっと前にテレビで騒がれてた全裸女性殺人未遂事件の被害者でしょ。私ワイドショット大好きなの。それがね、若い男としっかり腕組んで、その後一人で兜へ入っていったわ。本当ですよ。こういう、もう人間から話を聞くってところが何なんだろうな。パーセントは変わらないんだよな。わかんない、意味がわからない。ん？まあ一応聞いてみる。誰だろう。私には関係。
ってることは全て話しました。誰向けのさ、これ誰向けの、誰向けに増えた、これ誰向け、誰向けの質問これ。違う、あ、そっか、そういうことか。ちょっと待って、これ何をもって若い人、これわかんねえな。若い男若い男。自殺です。何のことかしら。それは私がプレ、怪しいんだよな。ここも怪しいんだよな。さあ、私には、さあ、それは私がくれ、え、拳銃ですって？どこだ？若い男どこに使えばいいんだ？これか？あ、でもこれさっきやったんだよ。いや、若い男、確かに。あ、ちょっと待って。だって先生のところに行った時に見たってことは、この人見てないのか、話して出てないのかな。彼に聞けば私のアリバイ。いや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 、若い男、何、誰向けの質問内容なんだあれ。知ってることは全部話、わからねえ、全然わかんねえ。わ、誰向けの質問なんだこれ、本当にわかんねえな。
わかんねえ。若い男、ああでもこれここかな。じゃあ誰向けの質問なんだこの若い男は。全然わかんねえ。そんなことが事件に関係あるの？若い男どっかに使えるんだと思うんだけど、誰向けだ？私にもこれが増えた意味は何が何やら。まあ知らんよな。知りません。誰向けなんだこの質問の内容は。誰向けなんだ若い男。これは参ったね。全然思い出せないの、わかんないね。何かやらないと若い男の話に行かないのかな。パスポートのこと言ってくれりゃいいんだけどよ。何も変わってないよね。現在あれ使ったパソコンの割り出し作業を急いでいます。カブトで発見されたベレッタはダニエル・チョン殺害に使われたものと。これは聞いただろう。日本の民芸品ホールオンは
これがライン事件の凶器だとすると、このパスポートですが、写真が貼り替えられている跡が見つかったんですよ。非常に巧妙に細工されていましたので、これもあったよ。このパスポートですが、ダニエル・チョンの事件当日に、このサングラスをかけた女が曲がる手袋で目撃されています。ということは、ルシア・チャンがダニエル・チョン殺害の犯人なんでしょうか。ルシア・チャンの指紋だけが検出されました。自殺と断定したいところですが、まだですか。わからん。先輩から知らない。サングラスの女。知らないよ、そんなもん。ジェニファー、なんか喋れよ。こんなやつ知らない。こんなやつ知らないよ。そろそろ喋れよ、なんか。ただのスパナ。ああ、その3。そうね。誰なのだろう。何をどうすればいいか全く分からんのだよ。先生のサングラスのあら、私には。先生の事務所を出たときに見かけたわ。ハーポートロードをこの女が横断してたの。間違いないわよ。ちょっと前にテレビで騒がれてた全裸女性殺人について、犯人はまだ捕まらないんです。私には関係ないわ。ローラ公式っていう会社。私には関係ない。また一から出直すって言って。私には。あ、そっか。でもそういう意味ではこれ全員にもう一回あれか、ジェニファーのこと聞かなきゃいけないのか。何度も。いや、聞いてるけど、それでも。まずジェニファーか。知りません。わざとらしいんだけど、なんか知らないけど、それ以上何も発展しないんだよな。間違えた。もう若くないもんな。知らないと。知ってくれよ。
他に目撃者がいてもな、目撃者がいるようなもんじゃないんだよな。次の章あたりで多分彼女のジェニファーの家を家宅捜索するはずなんだよ多分。だ多分その前段階なんだよ今の状態。ここで聞けるか。なんかあれ。いや。やっと出てきた。これだよ。これだよ。勘弁してよ。なんでこれが出てこなかった今まで。この章か。3D の。いやー。関係ないのか、調べられないのか、このライトは。残念。これも関係ないのか。何らかの部屋がモデルとしてあって、それを再現してんだろうね。上げた方がいいのね。ポリゴンだみたいな。あれ違う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 。え、これ引き出し1個しか開けられない。なんで4つあるやん。今まで全部開けたやん。あれこれ何も調べられないの。これライト、え、ライト、ライト変わった形、ライトに見えなかった。何の絵だろうか。いや、額縁じゃなくて絵に注目してほしいんだけど。ここは何も見ないのか。何もないのか。ないのか。じゃあこっちの部屋。はThank you.
あ、もう出さないんだ。一回のみか、ワンチャンスか。いや、花調べるか、普通。なんという花、あ、これ関係あんのかもな、なんかしら。さて、終わりかな。彼女と遭遇的な。やつじゃなかったっけな。なんかもうやることはあったっけ。ないよね。なんかあるな。あるなら教えてくれよ。違うな。壺かな。壺になんか入ってるパターンかな。ないか。なんかあるか。取ったからな。だからないんだよな。まだなんかあるのかな。まあいいや、ちょっと一回出るか。まだなんかある。なんだ。なんですか。虫がついている。意味あんのかな。まだ少し。なんだなんだよ。これやぐるぐるやったら思い出すのかな。いやあと何がある。これか。知らんよ。その見えない仕掛けやめてほしいよ。
されました。もっと詳しく事情を聞かせてくれないか。パトリシアは誰かに殺されたのかもしれないんだ。私を疑ってるんですか。疑ってなんていない。疑いたくもない。家の中を調べたんですね。すまなかった。つい刑事の習性が出てしまって。やっぱり私を疑ってるんだわ。ともかく署まで同行してもらいたい。まさか君を取り調べることになるとはね。私がパトリシア殺しに関係があると。しかも若い男と仲良く腕を組んで歩いていた。正直に答えなさい。ちょっと待ってください。私は男の人と腕を組んだことなんかありません。なぜわかるんだ。は？君は過去の記憶を失ってるはずじゃないか。それとも記憶喪失は嘘なのか。本気で聞いてるの。職務上仕方がないんだ。調書を取ってるんでね。若い男の名前は？答えてくれないか。なぜ黙ってるんだ。犯人ですもの。パトリシアを殺したのは私です。君がピストルで撃ったというのか。わかりません。でもどうせ犯罪者だから同じことでしょ。真面目に答えろ。僕は君を助けたいんだ。だから必死になってるんだ。これで終わったかな、この勝負は。はい、ということでこの続きもね、プレイはしてるんですけども、ちょっと長くなりすぎたのでちょっと分割することにしました。ということで続きは次回、ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんな企画やった方がいいよとか、こういう理由でこんなゲームプレイした方がいいよなどアイデアがありましたらぜひコメントください。また動画の拡散、 SNS での動画の拡散よろしくお願いします。以上、酒缶でした。